正直動画でここまでオートフォーカスが使えるとは思いませんでした。素早い動きも追従できていますし、何よりも滑らかにピントを合わせ続けることができています。対象が動いている動画では滑らかにピントが合うということがとても重要です。この AF 性能があればステディカムやレールなどの移動撮影に威力を発揮しそうです。ピントはオートフォーカスに任せることができるので、フォーカスマンを別に用意したりリモートフォーカスなどの高価な機材を使わずに済みます。一眼レフの強みであるボケ味を生かしたまま、より簡単に移動撮影ができるようになりました。このカメラではピント送りのスピードを従来より遅く設定することもできます。また動画サーボ AF の反応度を調整できるようになったので、ピントを置きたい位置をコントロールするなど工夫次第でオートフォーカスを活用したさまざまな表現ができると思います。ケーブルの抜き差しなども非常によく考えられているので、映像制作においてかゆいところに手が届く作りになっていると思います。高精細に表現できてしまうカメラなので肌の質感まで分かってしまうんですね。今回は特にマクロレンズでも撮りたいというオーダーがあったので手が抜けなかったです。動物の毛のふわふわ感や細部の質感もカメラが表現してくれたのでやりがいがありました。自分の想像以上の絵が撮れましたね。企画段階からしっとりしたダンス表現をやってみたいと思ってまして、それにはフル HD60P が撮れるこのカメラがうってつけでした。また今回特にこだわったのがろうそくの光での高感度撮影でした。ノイズを感じさせずにこの陰影を表現できるんだということに驚きました。開放感のあるダイナミックな絵から静謐な絵まで幅広く表現できますね。